こんにちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、イタリアセリエ A のユベントスに、訪れた非常に大きな変換期についてお話をしていこうかなと思っております。皆さんもですね、このニュースすでに見られた方非常に多いと思うんですけれども、現ユベントスの会長でありますアンドレア・アニエッリ会長と、パベル・ネドベド副会長ら、フロント陣営の10人以上の人物が総辞任したという報道が出ました。で、実際にも公式的な発表もほぼされているみたいで、ユベントスは新たな会長を迎えて新たな時代を作っていくということになりました。で、一応後任としてジャンルカ・フェレーロという方が、新たな会長になるということはすでに発表されているんですけれども、まずね、なぜこのタイミングで、これだけの人物が辞任してしまったのかっていうところなんですけれども、まずですね、ここ近年、コロナウイルスが流行ったりとかしたことで、クラブチームとしての収益もなかなか計算しづらい状況になってましたよね、ここ数年で。しかもその中でユベントスはなかなかチームとしても結果を出すことがちょっと難しくなっていて、収益的にも今まで通り、連覇を成し遂げていたりとか、チャンピオンズリーグの決勝まで、のし上がっていた頃に比べると、収益も当然減っているわけなので、そこでね、選手を新たに取ってきたりとか、契約延長したりとかっていうところで、ちょっと怪しい部分もあったりとかして、鳥の検察からちょっとね、疑われるようになってしまい、移籍だったり契約のね、問題とかで、虚偽の会計をしているのではないかという、疑惑をかけられたりとか、不正なキャピタルゲインを行ってるんじゃないかっていうところをね、疑われたこともあって、審査が入ってしまったと。で、このタイミングで、アニエリ会長ら10人が、辞任をしたということで、私がラジオ収録している時点だと、こういった形で鳥の検察が入ったタイミングで10人以上が一気に辞めたっていうことになってるんで、案に認めているみたいな、捉えられ方をされても仕方ないのかなって思うんです。私もどちらかといったらそういうふうに捉えてしまったし、もしかしたら他の理由があるのかもしれないですよ。あるかもしれないけれども、総辞任していった、特に会長のアニエンリであったりとか、副会長のネドベドだったりとかから、この真偽を問われていることに対して、否定するようなコメントは基本的には出てないので、このラジオが収録している時点ではね、今出てないっていうだけで、投稿されている時にはもしかしたらね、そういった発言が出ているかもしれないんですけど、今は出てないと。ってなると、やっぱり、サポーターとしてもやっぱサッカーを見ている人間としてもやっぱり暗に認めているような状況になってしまっているのではないかなと。だからそれがね、ちょっと寂しい別れでもあるし、ちょっと残念な別れ方になってしまっているのかなっていうところはあるんですけれども、ではね、なぜこういった形でその虚偽の、会計をしたりとか不正なキャピタルゲインとか基本はしたくないじゃないですか。誰だってしたくないと思うんですよ。でもここ近年ユベントス非常にチームとしても結果がなかなか出てなくって、スクデットも取れなくなってしまったし、チャンピオンズリーグも、グループステージで早々に敗退するような結果になってしまったと。この結果は、特にフロントもそうだけれども、やっぱりサポーターの方々にとっては受け入れられない事実だと思うんですね。だって3、4年、5年ぐらい前は普通に決勝まで上がっているようなチームだったわけじゃないですか。アレグリの最終年ぐらいの時ぐらいはね。でもやっぱりアレグリが退任して以降はずっと低迷して、第一次政権の時のアレグリね。でももう一度アレグリを読んだりとかしていろいろ試行錯誤したけれども、もう時すでに遅しみたいな状況になってて、ユベントスが試行錯誤していろんな人連れてきたり、監督もちょっとこうね、本当にその人に任せていいのかみたいな人をちょっとこう雇ったりどうこうしている間に、世界のサッカーはどん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 進化していって、ユベントスは逆にそこに取り残されてしまうような結果になってしまったのかなと。で、もともとやっぱりユベントスはそういう形でトップのトップまで上り詰めていたチームなので、その辺の収益とかもある程度見込んでチーム作ってたと思うんですよ。でもやっぱりここ近年
低調な形でチームがシーズンを終えるような形になってしまうと、やっぱり収益にも大きく関わってくるし、やっぱりコロナウイルスの影響とかでやっぱり収益も減ってしまったことも影響してるんで、なかなか難しくなってくると。でもその中でもやっぱりチャンピオンズリーグ取りたいっていう目標があったりして、まあ、選手を取ってきたりとか、まあね、交渉のところでとかで、まあ、こういった形で虚偽の、会計みたいなことをしてしまったのかなっていうところはあるんですよね。うん、出したいとは思ってないはずなんですよ本当はね。でもなんか自分たちが掲げる目標を成し遂げたいっていう、そのなんて言うんだろうな、なんか夢を叶えたいがためにそのしてはいけないことをちょっとこうしてしまったというか、なんかこう気持ちとしてはね、分からなくはないんですよ。気持ちとしては分からなくはないんだけれども、まあ、この規模のねクラブのそこのしかも重役の人がやってはいけないのはもうあからさまに皆さんも分かってることだと思うんで、まあ、こういったことになってしまってるし、だからどうすべきなのかっていうところになると思うんですよ結局ね。じゃあこのままじゃあね辞任したら、じゃあそれはそれでじゃあ OK で、じゃあまあ新たな時代じゃあ行きましょうかみたいな、こんな切り替え方でいいのかって思うんですよ。で私ね、過去にも、まあ、ユベントスのことについてお話はさせてもらったんだけれども、まあ、はっきりものを言いますと、ユベントスは特にここ近年 3,4 年5年ぐらいはチーム作り路頭に迷ってると思うんですね。で軸も決まってないし、補強も結構良くないし、チームのパフォーマンスとか見てても、正直そのチャンピオンズリーグのトロフィーを取れるようなクオリティのチームではないんですよ。その、まあ、はっきりものを言いますとね、やっぱりマンチェスターシティとかその、まあ、チェルシーとか、まあ、リバプールとか、まあ、プレミアリーグでしかもまあ CL のトロフィー取りに行こうとするようなチームとか、まあ、レアルマドリードとか、まあ、パリとかバエルンとか、まあ、こういったチーム見てるとやっぱ強度の部分とかもそうだし、展開もそうだし、スピード感っていうところもそうだし、あとはそのビルドアップの形とか、そのいろんなその戦術的なところとか含めても、やっぱりちょっとこう監督の人選含めてちょっと後手を踏んでるのかなっていうのはやっぱあるんですね。でもここ近年チャンピオンズリーグの舞台でもそうだし、ヨーロッパのトップの舞台でも結構活躍してる監督って基本ドイツかイタリアなんですよ。でまあスペインももちろんいるんだけど、基本やっぱこの辺なんですね。だからイタリア人の監督自体は優秀な監督は実際いるんですよ。まあイタリア代表のマンチーニとかいい監督だと思うし、ブライトンのデゼルビなんてめちゃめちゃいい監督ですからね。とか、まあ、アンチェロッティもいろんなクラブ行ってるけど、もうほとんど結果出してるじゃないですか。だからこういう優秀な監督もいるんですよ。でもアンチェロッティは、まあ、レアルマドリードにいるし、本当だったら連れてきたかったデゼルビはもうプレミアリーグに行っちゃってるし、デマンチーニはイタリア代表だしみたいなね、状況じゃないですか。でもやっぱりユベントスはイタリア人に結構こだわるでしょ監督。ってなったら空いてる監督で、じゃあ優秀な監督誰なんだろうってなった時に、多分第一次政権の、まあ、素晴らしい采配とかがあったからアレグリを呼んできたんだけど、アレグリなんか第二次政権になってから本当にこう良くなくて、こうビルドアップの形とかも、まあ、あの時代から正直サッカー進化してるけどそこにちゃんとアップデートできてなかったりとか、そのマンジュキッチの役割をそのままモラタにやらせようとしたりとかさせてて、ちょっとこうあれっていうような采配が多かったりとか、まあ、補強の人選もちょっとどうなのみたいなこともあったりとかしてるわけじゃないですか。でもそれを選んでるのってじゃあ誰ですかってなったら、やっぱりフロントで、フロントのね気持ちもわからなくないんですよ。先ほども言いましたけど、やっぱチャンピオンズリーグのトロフィー取りたいからロナウド連れてきてとかね、ディバラ取ってきてとかね、このナヌアルも本当もうスーパースターみたいな人も連れてきてね、もう盤石の陣容を整えて
さあ行こうってなってるけど取れなくてっていう歴史が続いてる中で、いろいろもうこのままじゃダメじゃ、違う人の方がいいのかとか、こういろいろ頭悩ましたんだろうなっていうのは分かるんです。分かるんだけどやっぱ軸はぶらしたらダメでしたよね。だから僕の場合、やっぱりデゼルビってもうシャフタールでもすごいいいサッカーしてたじゃないですか。だからもう早めの段階から声かけておくべきだったし、なんだったらピルロとかサッリを雇うっていうところで、まあ、イタリア人にこだわるのはもちろん分かるんだけど、違うその血を入れてみるっていうのにシフトしても良かったんじゃないかなってやっぱ思うんですよ。特にやっぱドイツ人の優秀な監督とか、特にトーマス・トゥヘルなんかは本当に優秀だと思うしね、雇ってもいいんじゃないって思うし、だ一時期ね、なんかペップをユベントスがいずれ招聘するかもしれないみたいなこと話されたりしてたけれども、でももともとそのイタリア人指揮官をね、こう好む傾向のあるクラブだからこそ、本当に招聘するのかっていうこともあったしね。だからユベントスはやっぱりその強いクラブっていうのは周知の事実だし、素晴らしい選手を抱えているっていうことももちろん分かります。分かるんですけれども、やっぱり補強戦略とか監督の人選とか、やっぱり一つ一つこうちゃんと分析した中で、どういう方向にチームを持っていきたい、どういうチームを作りたいかっていうところをちゃんと軸ぶれずに数年かけて作り上げるからこそ、チームは強くなるし安定感も出てくるわけじゃないですか。でも監督経験積んでない、どれぐらいできるかわからないようなピルロ連れてくるし、でサッリー確かにね、あの時代だったらある程度最先端走ってたけれども、ある程度攻略されたじゃないですか。ボール持つ中で幅取ったりとか、いろんなビルドアップの形作ったりするのもあるけれども、より早い展開になるようになって攻略されてちょっと難しくなってしまったとね。まあ今でも十分やってるんだけどね。でその中でちょっとこう結果が出なくなったりとか、まあ出るけどちょっと物足りなくてみたいな、特にサッリーとかはそうじゃないですか。結果出てスクデット取ったけど結局やめたというか、まあ、解任されたじゃないですか。でもやっぱりじゃあチャンピオンズリーグで一番いいとこまで行ったアレグリもう一回戻そうって言ったけど、まあアレグリはアレグリで、まあ、自分が一番良かった頃と今の時代でサッカー界が変わってる展開の中にうまくフィットできなかったりとか、まあ、陣容が変わってたりとかしたこともあって、まあ、最終的にこうなってしまったと。でチームの結果が出なかったり成績が出ないと収益に大きく影響が出てきてしまって、まあ、フロントもちょっと動かざるを得なくなってしまって、でまあ、こういった形で辞任するような形に、まあ、最終的になったのかなと。だからこう私としてもね、バイエルンミュンヘンっていうクラブを応援している身なので、バイエルンも正直で収益とかってプレミアリーグほどないし、もうバンバンお金使えるわけではないんですよ。でもやっぱりそのクラブとしてのブランドとかそういったところをまず大事にしながら、ユベントスもそうでしょ、ブランド大事にしながらその無理な補強はしないし、バイエルの場合はで、その中でチームとしての軸っていうのをちゃんと考えた中で選手の補強とか放出をやっていくし、ちゃんとその選手に対しては線引きをちゃんとするっていうところをちゃんと引けるんで、バイエルの場合これ以上の年俸を求めてくるんだったらもう契約は無理ですとか、それこそクリスティアーノ・ロナウドに関しては、まあ、バイエルン絶対取らないですからね。バイエルンのフロントが取るなんて到底思えないですから、まあ、来たら来たでね、まあ、もしかしたらなんか面白さみたいなものも多少出るのかなって思ったりするんだけど、でも基本的にバイエルンのスタイルには合わないんで、やっぱ取らないし、ね、リスキーだっていうことも分かってるし、自分たちが今まで作り上げてきたものとは全く別のことにしてしまうんで、もうそれ一個ずれるだけでもやっぱり今まで作り上げてきたものにひびが入ったりとか崩れたりするわけじゃないですか。だからロナウドが悪いっていうわけではないですよ。だからユベントスがあの時レアルマドリードからこう対談することがほぼ決まってたようなロナウドに手を出したくなる気持ちはわかるんですよ。だってチャンピオンズリーグ取りたいわけですから。でチャンピオンズリーグで一番成績出してるの誰ですかって言ったらロナウドでしょ。でだって取りたいって思うのは
分からなくはないんですよ。分からなくはないんだけれども、そこで我慢できてたらもしかしたらまた違ったのかもしれないし、例えば監督の人選ですよね、何回も言いますけど、ここをちゃんと作れてたらチームはまた変わっていたのかもしれないし、こう収益的なところも、まあ、今よりもあったでしょうし、まあ、会長とかももしかしたら変わらずに済んだのかもしれないし、うん、まあスーパーリーグ構想にね、まあ一番こう前のめりだったじゃないですか、ユベントスは。まあその辺でもやっぱりお金に困ってんだろうなっていうところはもちろん分かってたんだけど、バイエルンは結構早々に手を引いたんで、スーパーリーグ構想でもユベントスはずっとおったじゃないですか。ってことはやっぱそういうことだと思うんですよね。うん、だユベントスは本当に今すごい難しい時期ずっと過ごしてて、今結果も出ないし内容も良くないし、誰を連れてきたらいいのかっていうところでいろいろこう迷いながらやったりしてるけれども、その中でも世界はどんどん先に行くしみたいなところで、でもユベントスっていうクラブを考えたらそこにちゃんと早く続いていかなあかんし、追いつけ追い越せしていかなあかんけど、どうしたらいいねんっていうところ、お金もかけたいけどお金もまたないしみたいなところで、もう本当にこうちょっとこう負の連鎖に入りそうみたいなことになってたと思うんで、まあ、アニエッリとかもね、ネドベトとかもこう頭悩ましながらいろいろやったと思うんですよ。で、アマゾンプライムとかでユベントス のピルロ政権の時の映像とか皆さん見ました？僕もリアルタイムではなくて、それが見れるようになってから全部見させてもらったんですけど、まあね、いろんなその思惑とか考えとか、まあ、ピルロの会見のところもね、まあ、いろいろ相談しながら、これを発言するべきなのかしないべきなのかとか、まあ、いろいろ考えたりしながらチームは作ってたんでしょうけども、やっぱりそのね、なんかアーセナルのアマゾンプライムと見比べると、そのロッカールーム内で その監督のその威厳とか、その発言力みたいなところって結構差があるなっていうように風に感じたしね。もしかしたらその映像にないところでピルロがすごいこと言ってるのかもしれないけれども、ちょっと内容の濃さにもちょっと違いが出てるのかなっていうところもあったりしたし、うん、まあね、ユベントスが、ね、低迷してるのは正直寂しいし残念だし、早く上がってきてほしいっていう気持ちはあるんです。これは僕はユベントスのサポーターではないけども、やっぱユベントスっていうクラブの規模を考えたら、スクデット争いに絡めていないこと自体がおかしいし、チャンピオンズリーグで早期敗退するようなクラブじゃないじゃないですか、このクラブが。でもそのような状況に陥ってしまってるのは現実的に今起きてることなので、じゃあまずなんでそんなことが起きてるんだっていうところを一つ一つちゃんと潰していって再建していくことが一番の早道だと思いますよ。まあ、時間はかかると思います。確かに時間はかかる。お金もその限られた中でうまくやりくりしないといけないし、だからこそ、まあ、今の現有戦力スカットを見た時に、この選手はいるのかいらないのかっていうところと、監督はじゃあアレグリでいいのかっていうところをちゃんと線引きして作っていったら、ユベントスは早ければ 3,4 年後にはチャンピオンズリーグを普通にグループステージ勝ち上がって、まあ、どこのチームにも勝てるようなチームになってるとは思いますけどね。だからフロントも変わって会長も変わってっていうタイミングなんで、まあ、チェルシーも今シーズンそうじゃないですか。フロントも変わってとかね、そしてまあポッターやってるけれども、いきなりポッターも成績出すのむずいじゃないですか、ね、いろいろ決まってない状況の中でやると。だからいきなり監督誰かに変わったとても、いきなりユベントスが結果出すみたいなことは基本的に難しいんで、そこはやっぱ時間を与えてあげないとダメだと思うんだけど、ただ僕がもしそのユベントスのフロントに今入るっていうことになったとしたのであれば、まあ監督はトゥヘルを選びますけどね。まあ早々にトゥヘルにまず声をかけて、ちょっとお願いできませんかと。で、うちはちょっとまあ財政的にもこんな感じなんで、とまあ、あなたにお支払いできる年俸とかは、まあ、プレミアリーグでとか、まあ、パリ・サンジェルマン率いてた時ほどの年俸は渡せないかもしれないけれども、長期的にお任せしたいなと思ってますと
いうことを声かけますけどね。まあ、本当はデゼルビね、呼びたかったんだけどね、イタリア人にこだわってるんだったらね。うん。まあでもやっぱり今フリーの監督で優秀な人誰ですかって言われたらもうダントツでトゥヘルですからね、今だったら。だからトゥヘルに声かけて、やるのか、まあ、ワールドカップ後にフリーになるような監督とかに声をかけるのか。だからまあ、ルイス・エンリケとかね、このあたりに声かけて、来てくれるんだったらそれはそれで嬉しいしね、うん、でその中でその監督が選ぶ人選をちゃんとそのね、自分が補強担当なんだったら監督とちゃんと話し合った中でその補強も放出も決めていきたいって思いますけどね、まあ、僕の場合ね、うん、だからトゥヘルがね、もし今のユベントスの監督になったとして、この選手は戦力だけどこの選手は残念ながらっていう、まあ多分分けるじゃないですか、まあ、プレシーズンとかなんか過ごしたりしてると、まあ例えば途中就任でも、まあ、シーズン終了するタイミングではもうある程度線引きしてるでしょ。でもその中で、まあ、この人はでも使えるんじゃないですか、こういう形この先使っていくんだったら使えるんじゃないですかとか言えるかもしれないしね。まあ、個人的にね、この選手ちょっとどうなんですかっていうようなこともね、まあ、僕も言うかもしれないけれどもね、うん、まあでもどうなんだろうね、ユベントスね、うーん、センターバックもね、デリフト抜けちゃって今ボヌチと、ガッティと、誰だ、ブレーメルかで、ダニーロもやったりするもんね、この辺りか、センターバックね。あ、ルガーニもいるのか。ちょっと物足りないね。やっぱセンターバックも欲しいしね。で、左のサイドバックも、アレックサンドロだけか。まあ、ダニーロとかまあできるけど、ダニーロ基本右でしょ？デシリオも右だもんね。ってなったらアレックサンドロだけだけど、まあ、アレックサンドロも年齢重ねてきてるからね、そろそろやっぱ後継者欲しいし、ね、右に関してもやっぱダニーロとかクアドラードデシリオっているけれども、こんなに人いらないし、どちらかというとタレント1人、新しいの1人加えて1人残してっていうぐらいでね、2人出したいけどね、まあ個人的にはね。でまあ中盤のところで言ったら、まあ個人的にいいなって思えるのはロカテリ、ミレッティ、ラビオ、うん、まあ、ファジョーリはね、まあ、未来のっていうところで残してあげて、まあ、ポグバも使い方によっては。で、パレデスはね、アンカーを任せるのはちょっとリスキーなんでね、ちょっと、インサイドとかで使ってあげた方がいいかもね、パレデスとかだったらね。うん、あとは、そうだな。モイズキーンはちょっと僕は使わないかな。まあ、ミリックとブラホビッチはいいですからね。まあ、キエーザもね、いいですから。どうかな。誰が欲しいんだろうね。ユベントスのサポーターの方々って誰が欲しいんだろう、選手って。てか、どこが欲しいのかな、ポジション的にも。僕はやっぱりセンターバックはやっぱ欲しいし、両サイドバック、特に、まあ、右も新しいの人材1人増やしたいのと、左もやっぱ欲しい。だ最終ラインはね、1人ずつ欲しいんですよ。右とセンターバックと左。で、中盤は、まあ、うまくやりくりしたらできそうだけど、できれば1枚欲しいかな。こう、バランス取れるタイプの、守備の局面とかで体張れるタイプ。まあ、1枚は欲しいかな。だカンテとか取ったらめっちゃいいですけどね。で、ワイドに関しては、まあ、4-3-3 で考えますね。まあ、キエーザは絶対でしょ。で、ディマリアも全然使えるんで、で、コスティッチも使えるでしょ。だから、キエーザって左か。キエーザって右、右も左もできるんか。ってなったら、まあでも、キエーザ、コスティッチ、ディマリア3人で回しながらやってったらいいか。まあ、ワイドは別にいっか。こんだけタレントいたら別にいいね。早急に欲しいってわけでもないもんね。で、トップはブラホビッチとミリクで僕回したいしね。
やっぱ最終ラインだね。最終ラインやっぱ人欲しいね。最終ラインとアンカーとかできるクレバーなタイプってなったらやっぱカンテ取って、多分カンテ1枚取ったらほぼ解決するんですよね、今のユベントスの中盤の問題って。で最終ラインも、まあ、右サイドバックの場合だとどうだろうな、ダニーロ、デシリオ、クアドラードか、右サイドバックだね。ナポリのディロレンツォとかめっちゃ欲しいですけどね。めっちゃいい選手ですもんね、あの人ね。ディロレンツォとか取れたら欲しいけど、まあ厳しいでしょうし。あ、でもバイエルのパバールね、対談の意思もある程度示してるんで、パバールとか取ったら面白いですね。パバールはありだね。でもそうだな、パバール取るんだったらデシリオはいらないかな。多分デシリオにできる役割ほとんどパワールできるんですよね。でダニーロか、ダニーロかクアドラードはどっちか1枚でいいですね、僕的にはね。で左はまあアレックス・サンドロともう1枚でしょ、ジョルディ・アルバでしょう。取れたらね、フリーで取れるんだったらあんないい選手いないですからね。でも若手で欲しいってなるんだったら誰かな、左のサイドバック。左か、誰かいい人いるかな。左、あ、ラウム、ライプツヒの、まあちょっと高いか、ラウム。誰がいます、左のサイドバックでユベントスに合いそうなタイプで、しかもトゥヘルが欲しそうなタイプ。まあトゥヘル監督で今考えてるんでね。左、極力若手がいいっすよね。グリマルド、ガヤとかかな、まあそのようにしておきましょうか。ちょっとまあ左全然今出てこないですわ。でセンターバックはね、やっぱ整体してちゃんとパス出せるタイプが欲しいんですよ。ボヌッチはそれある程度できるんだけども、衰え出てきてるんで、だから対人で強いブレーメルがいる分、逆に技術派なタイプがいると思うんですよ。ってなったらやっぱパウトーレスとかね、欲しいよね。ね、今だって右利きばっかりですもんね、最終ラインの人材ね。ほとんど右だよね、センターバックね。あ、ってなったら余計左欲しいね。左利きいるいないだけで全然変わりますからね、チームクオリティね。できることも増えますからね。ってなったらやっぱパウトーレス取りたいね。取れたらいいね。あと誰だろう、センターバック。あの右利きだけどイバネスはめちゃめちゃいいけどね、ローマのね。あとはグバルディオルとかかな、まあディザシとかモナコのね、とかになるのかな。あ、でも個人的にね、なんかブリントを見たいけどね。今、アヤックスでやってるブリントね。ちょっと確か年齢重ねてるけど、なんか、ボランチもできて、アンカーも別にできないことないし、左のウィングバックも別に遜色ないし、センターバックも多分全然できるんで、取れたら面白いね、ブリントとかね。あとはゴンサロ・イナシオか。スポルディングのね、ゴンサロ・イナシオとかいいね。あとは誰いるかな、あれだろうね。あ、でもなんか冨安選手の話題出てましたね。まあ、冨安取れたらそらいいね。右サイドバックも右のセンターバックも左も全部ハイクオリティですからね、冨安選手ね。で板倉選手の話題もちょっと出てましたけど、板倉選手はそうだな、まあ、ドイツでまあある程度しっかりと結果が出してますし、成績もちゃんと出してるんですけど、
多分ね、冨安選手ほどね、状況判断力持ってるとは僕ちょっと思えなくて、こう無理なくサビ刺すんですよね、たまにね。それが逆にこうレベルの高い試合になっていけばいくほど多分リスキーになるんですよね。だマンチェスターシティがもともと板倉選手取ったんですけど、でもやっぱりシティに戻してないのはやっぱそういうところだと思うんですよね、うん、だってボールを持って支配する分できるだけリスクを減らした中で効果的な攻撃して攻め切って崩して点取りたいって思ってるチームだから、最終ラインで一番ミスしてはいけない、一番こうリスクをできるだけ犯してはいけないポジションの中でリスクのある選択を取ってしまうような選手は、技術があったから一応取ったけど、やっぱり最終的にはトップチームマンチェスターシティでプレーしてないっていうところはやっぱそういうところだと思うんで、ってなったらやっぱ冨安選手とか取れたら確かに大きいね、うん、まあでも右利きだけどね、まあ、左も十分蹴れると思うけどね。まあでもユベントスはそうですね、そのリズムでできるタイプのサッカー選手が増えたらいいかもしれないですね、うん、マッケニーとかはねちょっと使いにくいかなって思ったりはしますけどね。マッケニーとかゴールキーパーってどうなんだろうね。シチェスニーとか、まあ、ペリンとかいると思うんですけど、シチェスニーってどういう評価なんだろうね、今ユベントスのサポーターの方々。なんかその僕がそのステスに、まあ、アーセナル時代もそうだしユベントスでも、まあ、たまにちょくちょく見させてもらってる印象からするとすごいシュートストップする瞬間ももちろんあるんですよ。ただ結構リスキーなパスしてミスする瞬間もあれば、正直ね足元はそんなに上手くないんですよ。キックとか見ててもあんまり上手くないなっていうのは結構僕見てて思うところがあるんで、まあ、ボールをつなぐようなサッカーをちゃんと作るんだったら、ゴールキーパー含めたビルドアップ考えるんだったら、まあ、シチェスニーはちょっときついっすよね。だそれこそだからエンポリのビカーリを連れてきてほしいっすよね、ユベントスね。イタリア人だしね。どうなんだろうね。ね、まあでもユベントスは、ね、監督というか、まあ、会長とかもろもろも変わって、新体制になって現場の選手たちもちょっとね不安抱えながらまたねワールドカップ終わった後また戦っていくと思うけれども、まあポグバが復帰したりとかね、まあある程度こうプラス量とかもあったりするとは思うんで、まあチャンピオンズリーグね確かに勝ち上がれなかったけれども、逆にもう勝ち上がれなかったからこそもうリーグ戦に集中してもうスクデット狙えるっていう風に切り替えたりしたらね、まあもしかしたらいい結果になるかもしれないしね。まあ、それだけの力を持ってる選手たちたくさん抱えてるしね、本当にこう質でなんとかできてしまえるようなチームではあるしね、セリアの中でも。まあでもやっぱりユベントスが会長が変わったりとか、まあ、フロントがちょっと変わったりとかしても当然目指すべきところっていうのはチャンピオンズリーグなので、やっぱり選手の補強とか放出もそうだし監督の人選っていうところもやっぱりある程度考えて作っていかないと、まあ、同じようなことの繰り返しになってしまうのではないかなっていうところはやっぱり思いますけどね。はい。ということで、まあ、以上でございます。ぜひですね、皆さん、今回、まあ、会長がね、こういった形で総辞任したことについて思っていることなどをね、まあ、ぜひ教えていただけたらなと思いますし、今回お話ししたことに関しては、もう本当に僕も一部の報道を見てちょっとお話ししているだけになるんで、まあ、ユベントスのサポーターの方々とかね、まあ、知ってる方たくさんいらっしゃると思うんで、もし事細かい情報とかお持ちの方がいらっしゃったら、ぜひあのコメントとかで教えてください。あの本当に皆さんが教えてくださる情報が、まあ、私にとっても大きな知識になって、それを皆さんと共有することで、皆さんでサッカーの知識をね、深めていきたいなと思ってやってるチャンネルなので、よろしくお願いいたします。はい。ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるのでよろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。